おはよう、あゆなさん。おはよう。今日の朝ごはんは何にするです？今日の朝ごはん、多分また新しいのが作れるようになったけん、それにしよう。デザートはケーキ。なんて豪華なんだ、朝からケーキだなんて。なかなかいいと思うです。朝ごはんの用意。にゃかにゃか、かわいい。始めますね。何、ミルクが作ってくれるの？わい、またあゆなさんに会っちゃった。今回何が新しいやつ増えたんやったっけ、食べ物。桃たちはちょっと忘れたけど、あゆなさんのこと待ってるのよ。とりあえずそれ作ってこう。今日は何しようか。まずご飯やね。あゆなさんとしたいこといっぱいあるですよ。ってことで、ご飯食べよ、ご飯。はい、今回新しいの。お、カレーいいね。みんな大好きカレーライス。家庭の味。玉ねぎは使っていません。めっちゃ美味しそうやん。こうなんかどっからどう見ても甘口な感じの色。いいね。私は断然甘口派なんで、中辛でも辛くて食べれないからな。トントントン。一応なんかさ、甘くする方法あるやん。上手です。いろいろやってみよるけど、今のところ普通に辛い。トントントン。ケチャップ混ぜてみたりとかしよるけど、トントントン。なんかそのうちハヤシライスになるんじゃないかなって思ってさ。味結構変わるし、蜂蜜の方がいいんかな。順番にボタンを押して混ぜましょう。はい、来い。いつも XY がね、混ぜ混ぜ。XBXA。混ぜ混ぜ。XYBY。混ぜ混ぜです。BAXYBYXA。やったね。いいね、カレー。美味しそう。ハートの人参がめっちゃいい感じ。卵まで入っとるやん。早く、ちょうだい。はい。いただきます。二人とも、あれだよ。服を汚さないようにね。ごちそうさま。めっちゃぐっちゃぐちゃになりそうやん。あと口の周りの毛とか。はい、それじゃあ遊びでまたちょっとお水を確保しようか。ボール遊びで始めるよ。へい、来いです。はい、あ、真ん中に来た時、真ん中に来たとき、お、よし。それ、です。いけるー。それ、えい。あれやね、ももちゃんとミルクの方を見ずに、あ、今ちょっと解説しよったのに、ももちゃんとミルクの方を見ずに、あの真ん中の丸のところだけ見よった方が、返せる確率が上がる。はい、それ、はい。はい。そこの中にボールが入ればいいってことやけん。で、言い寄る時に限って落としていくっていうね。つら。です。はい。えーや、にゃ。はい。えーや、おー、です。いくよ、スピード。あー、お、いけるいけるいける、これは。はぁなんてこったい。冷静に取り出さないでおくれ。はい、えーや、こい。はい。えーや、でもほら、ね、真ん中だけ見よる方が前までよりは全然返せるようにって言いよるときにね。前よりかはマシやけんね。ありがとうです。こちらこそ。遊んでくれてありがとう。そしてこれでちゃんとね、物ももらえるっていうのがね。はい、やった。じゃあこれでガーデニングをしていこう。さあ、お水を。今回新しいのできるかな。毎回1個ぐらいは新しいのできてほしいよね、やっぱり。まだ咲かないな。お、咲いた咲いた。新しいんじゃないね、普通に新しいんじゃない。てか、かわいい。めっちゃかわいいんやけど。スプリングブロッサム、超かわいい新しいやつや。いいね、いいね、いいね。これいいね。そのまま花束で渡せるやん。はい、そして、ハイビスカス。かわいい。これも新しいやつ。はい、そして、これはあれじゃない？ポピーじゃない？ピンポンマムやった。全然ポピーじゃなかった。何これ、カリフラワー？ですよね。新しい。
三つ新しいよ。いいぞ、いいぞ。これは？これもじゃない？新しいの。ねえ。ほら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 、やった。塗りかけのバラ。え？ちゃんと塗って？てか、塗るってなんだ？え？塗ってるの？色。はい、それじゃあ新しくまた植えていこうか。ここね、ちゃんと二つとも出たけん、5% の確率よ。すごくない？はい、じゃあここに四角い種。そして、はい、丸い種。はい、ここに、星の種。そして、ここに、星の種。そして最後は、これも 5% の確率や。おー。はい、星の種。さあ、今度は新しいのどれぐらい咲くかな。うん、二人のもすごい成長していきよりやん。いいね、いいね。はい、それじゃあ、エピソード見てこう。今回はどんなエピソード？あゆなさん、聞いて、聞いて、猫たち。なになに？すごいの見ちゃった。あれだよね、私たちとか、僕たちとかじゃなく、猫たちなんよね。夜のお空に、お花が咲くんです。あ、花火？キュルルルが、ドンってなって、最後はパチパチ、なの。どれぐらい？今月の終わりぐらいから来月？今月来月ぐらいかな、花火大会とかあるのって。花火の話？そう、花火、さっき、猫チューブで見たの。あ、実際に見たわけじゃないの。なるほどね。とってもニャンダフルだったです。花火、とっても綺麗でした。いいね。お空にパンって、どうすれば、あんなことできるの？火薬を詰めてね。とか言う、そういう。キラキラ明るくて、魔法みたいだったです。あ、すごいファンタジーなこと言えるけんやめておこう。花火、見てみたいな。いいよ、花火は綺麗よ。花火ってどこで見られるの？花火大会だよ。スマホで調べたら冷た。花火大会、動画の名前にもそう書いてあったかも。花火大会、スマホで調べてみるです。結果的に調べるんやけどね、自分で。ニャフーで調べてみるです。ニャフー、もうなんか全体的に猫やん。猫はみんなインターネットを使っているのかい？花火大会ってこんなにあるの？そりゃね、各県ごとにあるからね、いろいろと。これ、この花火大会、みかん町の近くよ。お、ほんとです。電車でごとごとすれば行けるって書いてある。電車でごとごと、なんかちょっとお料理作るよりみたいな。こと、ごとやけど。はいです。猫の縄張りはそんなに広くないので。なるほど、結構狭いのかな。電車に乗ってくのは遠いね。でも人間が連れてく分には大丈夫や。遠いです。でもこれくらい遠ければ家族旅行になるかもです。家族旅行には近いんじゃないかな。まあ、家族旅行、ドキドキだけど、やっぱり楽しそうだから、行ってみたい。みんなで行こうよ。みんなとなら大丈夫かも。全然大丈夫よ。敵の猫とかにね、ふーとかされる。あゆなさんが一緒ならドキドキちっちゃくなるです。行っちゃう、花火大会。お、行っちゃおう、行っちゃおう。初めての家族旅行です。いいね、楽しいね。そういう海の近くなんて初めて。ミルクもです。しかも海辺での花火大会、めっちゃいいやん。電車でごとごとも初めてです。大丈夫、酔わない。初めてがいっぱいね。花火大会、家族旅行。いいね、腰に手当てとるのかわいい。そのうち花火大会の描写があったりとかするんかな。はい、それじゃあお出かけ。ここはいつになったら、家族レベルが11か。なるほどね。よし、縄張りパトロールをしていこう。縄張りパトロール始めるです。頑張るです。行こう行こう。3で止めたい。よし、オッケー。いっぱい歩くとお腹が空くね。まだ歩き始まったばっかりやけん大丈夫よ。どうかな。なになに、
やりましたね。コンペイト。そんなもの食べちゃダメよ。パトロール日和です。はい、来た。天気いいね。うん、ハテナのとこに泊まるんじゃない。なんだ、あ、まさかの落とし穴、やめてよ。私これ苦手なんだって。私これ苦手なんよ。そして移動回数だけ削られていくっていう、この辛い感じね。出られないよ。ちょっと待って、引っ張るね。私なんでこんなに苦手なんこれ。はい、来い。せっかく順調にさ、一番でかい数字生きとったのにね。はい、来た。よいしょ、よいしょです。ふう、もうあと2回分しかないよ。喜び合っとる。お、木かける3。行くぞ。もうほら、頑張るしかないんよ、これ。はい。あ、熊友じゃない？今日は日だね。久々の熊友。お久しぶり。いいね。お、フレンドレベル4になった。やった。さあ、もうこれでゴールすることはちょっと不可能だから、クローバーで終わりか。平和です。ほら、あの穴に落ちんかったらゴールできとってん。つらーつらい。あとちょっとやったのにね、ゴールまで。お家に帰るです。帰ろ帰ろ。なんか来た。配達？誰か、お客さんよ。うんうん、どなた様です？喋るな喋るな。あ、くまともや。こんにちは。なの、くまともだよ。レベルが上がったけんかな。あ、お散歩で会ってるくまちゃん。ねえ、くまともってお名前だったです？名前知らなかったの君たち。ももだよ。ミルクです。こんにちは。どうしたの？いらっしゃい、いらっしゃい。招き入れてあげよ。今日はね、この間のお礼に来ました。なの、なに、この間のお礼。あゆなさん、あ、泥だらけになったやつ。この前、お砂場に埋められてたところを君に助けてもらったの。汚れちゃったけど、君に綺麗にしてもらったのよ。全然気にしなくて大丈夫よ。優しいです。今日は改めてそのお礼に来たの。クマ友はさ、ぬいぐるみ？本物のクマじゃないよね。ちゃんとお土産を持って。なんか、ももとミルクは親友ちゃんから動物みたいやけど、教えてもらったから。はい、キャンディーの詰め合わせ。目がキラキラ。ありがとう。どういたしまして。丁寧だね。ちゃんとできたの。それは、そうとして、このお家、素敵、素敵。まあね、クマとも仕様にしてるからね、今特に。桃とミルクちゃんとアユナさんのお家を。すごい、いいでしょう。なんだフルなんです。なんだフルなの。ふふふ、そうなのね。なんだフルで、素敵なお家だから、また遊びに来てもいい？うん、全然、もういつでもおいで、何回でもおいで。いいよ。じゃあ、ありがとう。また遊びに来るね。バイバイなの。見た目と動きは可愛いんやけどな。やっぱりいつも声がちょっと怖いと思ってしまう。ほら、部屋にクマ友の写真まで飾っとるけんね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、レベルが上がるたんびにクマ友が来るってことかな。ことはまたレベル5になったらやってくるね。どこまでレベルがあるんか知らんけど、10ぐらいまで。